3つ目こちらになります。じゃん、現場を盛り上げる気さくな人間になりたいこういうところを目指しているって面白いですよね。なんでこういうふうに思うの？いや、割とですね、YHS の中だと、内弁慶なのでこう気さくにできるんですよ。まあ、現場は楽しく稽古できるんですけど、よく知ってる人の間ではもう楽しくできる、はい、なんですけど、まあ、外部の、まあ、劇団に出演したりとか、客演したりとか、はい、あと、まあ、映像のお仕事とかで、まあ、撮影、そのカメラセッティングの間とかで、はい、いつもと違うスタッフと一緒に仕事しなきゃいけない、そうですね、で、まあ、そういう時に、まあ、お芝居のこととか役のことばーって考えてると、周りのに気を使えなくなるんですよね集中しちゃって ね、でこうなんかずっと一人でこんな感じになってるので、でやっぱりこうやっぱり人とはコミュニケーションありきだなと、人間関係とは、ということを最近切に思うようになりましてだけど 役作りにこう集中しちゃってるっていうことを思えばですよ、それも役者さんらしいエピソードで別になんかいいような気がするけどね。いや、でも、最低限ちょっとそういうなんか小粋なジョークも言えるような、小粋なジョークも言える、なんか逆に若い子が緊張してたらちょっとこういじって、温めてあげたりとか、そういうことが全くできないので、中学生と高校生と一緒にやった時も一人でこう茜色の時もそうですね。そうですか、はい、なんかだけど中高生はそこら辺もまた含めてエレキさんのこと大好きなんだなって私なんだろう、試写会と打ち上げ会があったんですけど、みんなのこう様子を見ながら本当そういうふうに思いましたね。いや、そうですかね、そうだったら本当にありがたいんですけど、はい、私的には独特のキャラクターの今のままっていいのにと思うんですけれども、本人的には気さくな人間になりたい気さくな人間になりたいこれ目指してますから、はい、ね、そんなエレキさんでございます。さあ、せっかくですからね、これからのちょっとインフォメーションも含めて、はい、これから先こんなのあるよっていうのも教えていただけますか。はい、ですね、そうだ、まず近々に、道内ではないんですけど、そして僕は出ないんですが、YHS で、名古屋にちょっと短編演劇祭みたいのがあって、そこに出演するんですよね。でそれが2月1日に、はい、名古屋に、行きます。はい、で今そっちの稽古をやってるんですけども、3月に、はい、まあなんていうんですか、本公演、 YHS の本公演が、はい、突然バッドエンドっていう、タイトルの、まあ、ドコメディ、とっても、楽しい、お芝居になると思うんですが、はい、それを、やります、お楽しみに、はいはい、であとは、2月に情報解禁になるので、今まだ言えないんですけど、とっても、面白い、企画がありまして、はい、それに、参加させていただくことになっております、はい、結構素敵な面々が揃うということで、はい、まだ解禁じゃないで言えないんですけど、はい、これはちょっと話題になるかもしれないよっていうのが3月にあるのね、はい、ぜひともお楽しみに、はい、これはどういうところでチェックするといいですか？なんかホームページとかある？そうですね、うちの YHS のホームページでも、はい、公表すると思いますし、僕ツイッターとかフェイスブックもやってますので、はい、小林エレキで検索していただければ、はい、出ますので、はい、そこで多分情報を流すと思います、はい、チェックしていただきたいと思います。これなかなか大きな話題になる舞台だと思いますね、はい、その他に私本当今日気になったのはこの怪談ライブバーなんですけど、ね、こちらの方も何ならサイトでチェックして遊びに来ていただければと思います、はい、ぜひとも、ということで今日は札幌をまた代表する個性派俳優YHS 副代表でプレイヤーの小林エレキさんがゲストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。